はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらトヨタのライズです。いや、大きく見るんですけどね、ライズ実は GO ナンバーなんですよね。こちらのタイプは、レーザーブルークリスタルシャインということでね、まあ濃いね、濃い青色してます。価格の方はね、167万9000円から、228万円ですね。いや、お求めやすいね、価格帯ですよね。フォグランプがね、一応つくスペースが、ありますね。あ、これセンサーやな。いや、この GO ナンバーサイズってね、日本ですごい運転しやすいサイズだなと思います。大きなタイヤでも小回りということでね、4.9m、まあ、約5メーターでぐるっと一周できると。ちなみに、あ、これ車両重量1トンか。あ、結構軽いな。このタイプで210万するんですね。 JC08 モードは 21.2kPh、 WLTC モードは 17.4kPh ね。まあ、CVT の 4WD でハイブリッドじゃないんですけど、まあ、燃費もいいという感じですね。ボディサイズもね、コンパクトなので、あの駐車場スペース問題でね、止めれなかったりしますよね、皆さんね。でもほら、シャークフィンアンテナですよ。こういうところ開けれたり、あ、開けれたりした。まあ、レギュラーガソリンですよね。タイヤの方は195の 65R 16インチですね。エナセーブ、エコタイヤ履いております。まあ、この辺ね、すごいちょっと立体的な、リアスポイラーがねついてますね。リア周りも、窓がねそんなに大きくないんですけど、これ乗った時の印象どうでしょうね。視界性はどんな感じでしょうね。このデザインね、なんかベーシックな、飽きのこないデザインかなと思います。ではね、内装の方を見てみましょう。あ、扉軽い。わあ、内装こんな感じか。赤いラインが入ってますね。これよく見るとシートの柄がね、なんか入ってますね。ちょっとスポーティーな感じがします。ではお邪魔しますと。いや、見晴らしがいいですよね。あ、視界広々ということで、まあ、あの前方のね視界はすごいいいなと思いました。これそんなに太くないですね。ちゃんとエアバッグが入ってるんですけどね、最近細く作られますよね。うん、ボンネットが見えていい感じですね。あのボンネットね、見えない車ありますもんね、最近。やっぱりね、リアハッチのガラスが、まあ、ちょっと低めにデザインされてるんで、まあ、そのめちゃくちゃ視界がいいという感じではないけども、あのほら、右横のこの小さい小窓、これが結構効いてるかな。よくね、こうやってね、運転しててね、左曲がるときにこうほら、後方視界ね、あの小窓でチラッと見えたりするんで、あ、意外と効いてるな。右の後方視界、まあまあいいですよね。で、これライトつくんかな。あ、ついた。ボタンがいっぱいある。へー、ギミック感が結構ありますね。で、これね、シフトノブ、まあ、あのちょっと握りやすい位置にありますね。で、サイドブレーキと、まあ、この辺はね、ちょっと樹脂感がどうしても否めない感じですね。なんか謎の溝がありますね。なんか入れるのかな。あ、スマホを縦に入れるのかな。ここもスマホ置き場になってるけど、ちょっと遠いですよね。 USB 電源とかいろいろできそうです。あ、シートヒーターついてるんだ。ちょっと押しづらいな。あ、鍵がありません。まあ、ハンドルはちょっとね、やっぱね、樹脂感がありますね。小物入れは下にしかないんか。あの、そんなにやっぱ狭さを感じないですね。天井がやっぱ高いからかな。ここにちょっと、あれ、これ抜けてないんやな。小物入れがあります。今これね、だいぶ下げてます。あの、ドライビングポジションですね。うん、ちょっと狭いかな。拳1個、うん、入るか入らないかっていう感じですね。後ろはアームレストは出てこないですね。あ、下の方に USB 電源が2つもある。ちょっとこれシートアレンジ見てみましょう。ラゲッジルームは結構広めですね。そっか、あ、広い。めっちゃ広い。こんな広かった。そっか、これだいぶかさ上げしてるんですね。ちょっとシート倒してみましょう。あ、こんな感じね。ここはね、フルフラットにならないですね。ちょっと傾斜があります。これ助手席はどこまで、ここまで前に行きますね。そうするとこんな感じの空間。まあ、でもこれでちょっと車中泊はしんどいかな。
構軽いんでね、片手で。これは足後ろはちょっと跳ね上げとかはできないですね。でもう一つね、これグレード違い、ターコイズブルーマイカメタリック、あ、こっちは肉なんですね、グレードは Z ということで、200万ちょうどぐらいの、タイプになります。でもすごいちゃんとフォグランプがね、こっちは装備されてますね。こっちは4駆ね、グレードは G と、4駆で210万ね。ただまあ、あのフォグランプとかがついてないです。こっちは200万ね、10万ダウンで、まあ肉やと。まあ街中で乗るんだったらね、まあこの肉で FF で十分かなと思いますけども。あ、こっちもあれなんですね、ライズってこういう赤いラインがこう全てについてるのかな。ライトつけてみました。あ、一応この流星ライトというか流れるライトなんですね。後ろは、あ、こんな感じで、小さめのウインカーですね。あ、これは革張りステアリング。あ、いいね。こっち革張りか。そっか。まあね、あの四駆じゃなかったらこういうね、室内をグレードアップしたりとかね、できそうですよね。フォグランプつけたりね。へえ。まあこの辺はね、変わらないですね。でもまあハンドル絶対ね、この革張りステアリングがいいなと思いました。ホイールもこっちの方がかっこいいな。17インチですね。1インチ大きいんですね。まあでもこの200万円ぐらいでね、この5ナンバーサイズで WLTC モードが17キロパーリッターぐらい走るというもので、まあ結構人気が出るんじゃないですかね。確かこれダイハツとトヨタの共同開発ですよね。これダイハツでもこんなの出てましたよね。エンブレムが違うだけみたいな。はい、というわけで、トヨタのライズ、いかがでしたかね。なかなかコンパクトボディで、買いやすい価格帯ということでいいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、トヨタライズでした。じゃあね、バーイ。